はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、サルコイドーシスという病気に行ってみたいと思います。はい、聞かれたことがない方が多いと思いますが、どういう病気でしょうかね。はい、臓器とかですね、目、皮膚、神経、他全部ですけども、全身にですね、炎症が生じてですね、陥落ですね、を認めない、累状皮細胞肉芽腫と、肉芽腫という塊ですね。塊というか、しこりというか、そういうものができる。なんと原因はわからないと。また原因不明。医学界では全く原因がわかりませんよという。原因不明の謎の病気ということです。はい。すごいですよね。そういうのが多いですね、医学界は。で、はい、で正常な機能がですね、なくなってしまうのでですね、それができると、全身に肉芽腫ができるとですね、目の症状とか皮膚とかですね、全身臓器の症状とか、いろんな出たところによっていろんな症状が出ますよと、多彩ですよと、症状いろいろですよと。で、多くは自然に治癒すると、問題ないですが、一部心臓とかですね、そういうところだと危ないですよね、血管とかそういうところの危ないような部分にできるとですね、治療が必要ですよということです。で、どのぐらいの人がなってるかと、疫学ですね、日本では10万分の1と、10万人に1人、女性の方が多いと、若い女性の方が多いと。それから、年の人ですね、60ぐらいのところと、2つのところに、山があるわけですね、20代の女性とか60ぐらいの女性とかのところに、山があるということです。で、サルコイドとは何かと、下に書いてますが、肉のようなものという意味と、それでサルコイドーシスと、肉のようなものができると、全身に出る病気と。で、一応世界中でこの病気は認められますが、人しかかからないと言われているということです。では、今日のテーマです。サルコイドーシスです。はい、で、サルコイドーシス、疫学ですけど、続きますけども、さっき言ったように20代の女性とかに、多いと。で、しかし時に子供とかですね、老人とかにも生じると。で、有病率が高いのがですね、アメリカ人の中でアフリカ系の人ですね、それと北ヨーロッパの人ですね、スカンジナビア人という人たちが多いと、一応そういうふうにされてると。はい、なぜだかは不明ですけども、女性、に多いと、男性よりも女性の方が多いと。はい、で、発生ですね、発生はなぜか冬から春先、不思議ですよね、なぜでしょうね、理由は不明となっているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、サルコイドーシスの特殊型と言われるものが、また医学界大好きなのでですね、いっぱいあるわけですね、すごいですね。上と下2つありますけども、上がヘールフォルト症候群というやつです。ブドウ膜自家栓熱と言われるやつです。要するにサルコイドを生じる、それとブドウ膜炎を生じるというものということです。で、他に、顔面神経麻痺とかそういうものも出ると、
サルコイドと、ブドウ膜炎、目ですね、それと顔面神経麻痺、それが、ヘールフォルト症候群ということです。ブドウ膜自家線です。それから下、ブラウ症候群と指定難病にもなってるやつですね。こっちは、遺伝すると、はい、ブラウ症候群とは、まあ、遺伝性のものと、特殊なサルコイドを生じると、子供に出るというような、まあ、病気ということで、他にはですね、またブドウ膜炎とか、目にブドウ膜炎、発疹とかですね、関節炎とか、そういうものが出ると。で、まあ、大体自然に治る病気ですよということになっているということです。はい、次行ってみましょう。はい、でですね、今出てきた特殊型のやつですね、ブラウ症候群というのは遺伝性の疾患ですよと言いましたがですね、全部が遺伝性のものじゃないわけですね。遺伝じゃないものもあるということで、このブラウ症候群、どんな病気かと、サルコイドーシスの特殊型ですね。で、肉芽腫ができると、皮膚とかですね、目とかですね、にできるサルコイドーシスの特殊型ということですが、この肉芽腫ですね、どういうことが起こっているかと、異物とか微生物が来た場合にですね、免疫によって排除しますが、この反応でですね、免疫が対処できなかった時に、要するに繊維が細胞によってその異物を取り囲んで、要するに閉じ込めてしまうというようなことをしているので、それが肉芽腫です。わかりますかね。ということは、何か来てるわけですよ。微生物が来てるのか、何か異物が来てるのか、何か異物、微生物ではないですよ。細菌とかじゃないわけですから、それは細菌性ではないって分かってるわけですから、ただ何か他の異物が来てるわけですよ。来てるから、はい、サルコイドーシスになってると。はい、ところが、で、ここで面白いことがあるわけですね。その真ん中あたりに書いてますが、BCG 接種。BCG って分かりますかね。結核の和、点々点です。これ言いませんよ。分かりますね。BCG 接種といえばあれですよ。和、点々点を打ったら、それが契機となって、発症した患者さんが報告されてますよと。分かりますかね。あれですよ。ということなんですけどもね。まあ、和、点々点のことはあんまり言いませんけども、まあ、他のことを中心に言ってきますが、あれで出てるということです。で、症状はまあここに書いてますが、まあ、肉芽腫ができるわけですが、これ別名があるわけね。ブラウ症候群って昔なんて言われてたかと。若年性サルコイドーシス。若年発症サルコイドーシス。要するにサルコイドーシスですよ。その中に遺伝性のものとそうでないものが含まれている。で、BCG 接種で出てますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、でここからサルコイドーシスの原因を探していきますが、お医者さんたち何て言ってるかというと、サルコイドーシスとは遺伝的に感受性の高い人がですね、何かに暴露して炎症を起こしたと考えられていると。で、誘因は以下のようなものじゃないかと言っているというわけですね。はい、お医者さんたちが言っているもの、はい、抗酸菌とか結核菌、さっき BCG のあれ接種ありましたね。まあ、あんまり言いませんけども、抗酸菌、結核菌のカタラーゼ、ペルオキシダーゼ、タンパク質による可能性があると。わかりますかね、カタラーゼ、ペルオキシダーゼ、タンパク質ということです。はい。それから、まあ、他にはカビとかですね、じゃないかと。お医者さんたちは言ってるんですよ。白カビとか。食物、まあ、カビですね。それから何か未知の物質とか殺虫剤とか、こういうものではないかと言っているということです。はい、次行ってみましょう。はい、でサルコイドーシスの病態整理ですね。ですけども、まあ同じようなことは書いてるんで、もう同じとこはもう端折りますけども、一番大事なのも一番最初に書いてます。未知の抗原により、なんか未知の抗原が来てるわけですよ。もうなんとなくわかるでしょ。
まあまあ皆さん分かってると思いますけども、未知の抗原によって、マクロファ T 細胞マクロファージの集積、サイトカイン、ケモカインの放出、はい、肉芽腫形成を特徴と、はい、免疫応答が誘発されるわけですね。まあそういうことですよ。何か未知の抗原が来てるということは確か。さあ何でしょうね、何でしょうね。で、まあ、下はさっきと同じことがもう書いてますけどね、マクロファージの集積、はい、繊維が細胞でコラーゲンに囲まれて、肉芽腫ができますよということで、はい、で全身どこでも起こると、もうどこでも起こりますよと、はい、リンパ節が多いがどの臓器にも起こって、機能不全を起こした場合はですね、危ないこともあると。で肺に起こるのは結構多いと、まあ、リンパ管に沿って、肺に起こることが非常に多いですよと。気管支ですね、細い気管支、周囲とかですね、そういうとこに、よく認められるということです。はい、次行ってみましょう。はい、でさっきも言いましたけども、マクロファージの集積とかによってですね、ビタミン D の活性型の変換が更新するわけですね。で何が起こるか、高カルシウム結晶というのが、まあ、起こる可能性が高くなると、はい、高カルシウム尿症とかですね、こういうことが起こると。ということはこれが起こるとどうなるかということですが、石がたまるわけですね。腎結石とかですね、腎石灰化症、はい、石がたまるやつですね、が起こると。で時に 最悪の場合は慢性腎臓病に至ってしまうと、はい、腎臓やられますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、一応サルコイドーシスの症状ですね、まあ、いろんなとこに起こるのでいろんな症状が出るというのが、まあ、普通なんでしょうけども、まあ、肺に起こることとか多いのでですね、咳とかですね、呼吸困難とか胸のところの不快感とかですね、あと全身的には疲労とか倦怠感とか、そういうのですね、体重が減ったりとか熱が出るとか、そういうこともあると。で、不明熱、原因がわからないで熱が出てるときにサルコイドーシスということが、まあ、あると、不明熱ということがあると。で全身症状の場合ですね、まあ、いろんなことが起こりますが、人種とか性別年齢によってもいろんなことが起こると。で、黒人の人の方が白人よりもですね、目とかそういうところですね、末梢のリンパ節とか、皮膚とかですね、の病変が可能性が高くなると。で女性ではですね、やはり目ですね、侵される、神経系が侵されると。で高齢者とか男性はですね、さっき言った高カルシウム結晶、これの可能性がより高くなるということです。はい、次行ってみましょう。はい、で種類ですね、できる場所によって一応名前がついてると。もう個々のやつはやりませんけども、肉芽腫が生じる部位というのはいろいろですが、胸とかリンパ節とか肺とか目とか皮膚とかですね、もうあと内臓、いろんなところに現れることが あるということで、それぞれ、ね、ですね、その現れたところによって、名前がついてると、まあまあ、分けられてるわけですね。またいつもの医学科が大好きなやつですね。肺に発生した場合は肺サルコイドーシス、もうそのまんまですけどね、目に発生した場合はがんですね、目ですね、目サルコイドーシス、心臓に発生した場合は心ですね、サルコイドーシス、心臓サルコイドーシスですね、神経だったら神経サルコイドーシスと、まあ他にもまだありますけどね、まだありますけども、その出た部位によって区別するということです。はい、次行ってみましょう。はい、さらにですね、原因を突き止めていってみますが、原因何かと言われてるかと、お医者さんたちどういうふうに言ってるか、サルコイドーシスの原因はまだ明らかになってません、不明ですと、現状不明ということです、わからないと、いつもの
医学界で一番大好きなんですよね、ずっと。実際ですね、まあ、また後でも言いますけども、ものすごい長い期間原因不明になってるわけですね、この病気の原因で。何らかの抗原物質が来てると、さっきも言いましたが、その TH1 型の細胞の免疫反応だと、4型アレルギー反応がで誘発されているということで、サルコイドーシスになっているということです。で、お医者さんたち何て言ってるかというと、この肉芸種、肉芽種のところにですね、ある菌がいつもいるわけですね。アクネ菌という、ニキビの原因菌ですよ。これがいるのでですね、微生物が候補、これがいつもいるわけですよ、近くに。こんなのは誰でもいますよね、当たり前ですけどもね。これが肉芸種のところにいるので、アクネ菌が犯人だろうと、お医者さんたちはアクネ菌を犯人にしようとしているということで、遺伝はしませんよ、特殊なさっきのブラウ症候群ですね、あそこ以外は遺伝はないということで、ほとんど、ブラウ症候群だけは除外しないといけませんけどね、遺伝性のものでないし、感染することもないし、悪性のがんとかの腫瘍じゃないと、原因はアクネ菌じゃないかと言っているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、分類分け、まあもう言わなくてもいいかと思いましたが、まあ一応だけざっくりだけ言っておきましょうね、まあざっくりですけども、肺サルコイドーシスというのは肺にできた場合ですね、咳とか息切れとかそういうのが出ますよと。それから目ですね、これが一番まあ問題ですけども、目サルコイドーシス、ほとんどがブドウ膜炎が出ると、特異的な あれですよね、ブドウ膜炎が出たりですね、それから眩しくなったりとか、飛蚊症ですね、蚊が飛んだように見えたりとか、はい、そういうのが出ると。霧死ですね、まあ襲名というのは眩しくなったりとか、霧死は視界がこう霧がかかったように見えたりとかですね、そういうようなことが起こったりすると。で、あとは皮膚に起こった場合は皮膚サルコイドーシス、まあお尻のところとかね、背中とか、そういうところ、手足とかですね、そういうところ多い。それから心臓、心サルコイドーシスですね、この場合死ぬ場合がありますよと。これは危ないんですが、サルコイドーシスの死因の中で日本ではもう半分以上がこの心臓サルコイドーシス、心サルコイドーシスということです。で、あとは神経サルコイドーシス、顔面麻痺とかですね、顔面神経麻痺とかが起こったりしますよということです。それから他には筋肉サルコイドーシスで、ふくらはぎに発生することが多いと。で、もう他の臓器ももう全部起こるんですが、起こった場合にはですね、無症状とかいうことも結構あるということです。はい、次行ってみましょう。はい、でですね、1869年にサルコイドーシスという病気がですね、あるイギリスの内科医、ジョナサン・ユッチンソンという人によって報告されて以来、これが最初と。1869年頃、一体何が行われていたか、まあ、皆さん大体考えると、ああ、なるほどねと思うかもしれませんが、その原因は、なお、今、2023年でも不明と。何年ですかね、154年経って、1869年から154年経った現在もなお原因は不明と。原因明らかにする気ないですよね、この人たちね。本症の要因として疑われているものは何か、まあ素因を持っている、その人が素因を持っていて、環境中の何らかの抗原物質、基因体に暴露された結果、さっき BCG のあれも言ってましたけどね、BCG なんで出てるぞって言ってましたけどね、BCG の。はい、まあまあいいとして、はい、誘導される、はい、TH1 タイプの免疫反応とが起因と考えられていると。原因は不明ということになっているということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、引っ張って申し訳ないですけど、もうちょっと引っ張りますが、原因は今までどういうのが出てるか。結核菌説、溶連菌説、ウイルス説とか出てるわけですね。そういうものが原因となってですね、リンパ球、マクロファージが活性化してですね、肉芽種、肉芽種ができると言われてる。で、さっきのアクネ菌、見つけた人ですね、東京医科歯科大学のエイシという医科歯科大学の先生たちの研究によってですね、アクネ菌ですよ。ニキビの菌
ですね、通称アクネ菌、という説が一応有力になっていると。本当でしょうかね。私は違うと思いますよ。私は違うと思います。しかし、まあ、その説が、有力になってますが、外国ではですね、海外では結核菌感染説を支持していると。で、私は何かというと、まあ、皆さんお分かりだと思いますけども、私は犯人は医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬だと思っています。はい、次行ってみましょう。はい、では論文引用させていただきますが、さっきの東京医科歯科大学と同じ大学ですね、の歯学総合研究科の渡辺亮さんという教授さんですかね、助教授さんですかね、助教授です。はい、今助教授、まあまあいいとしてですね、准教授ですかね、今は。はい、准教授でしょうけども、はい。では、その論文引用させていただきますが、難しいのが下に書いてますからね、もう難しいの読みたい方は探して読んでください、この論文ですけども。大事なとこだけちょっといきますけども、じゃあ、動物疾患モデルですね、マウスとかラットの動物疾患モデルをどうやって作るかということですね。サルコイドーシス疾患モデルを作るということで、まずその動物疾患モデル、どうやればマウス、ラットですね、この場合マウスでしょうかね、ラットでしょうかね、ノックダウン、マウスですかね、まあ、どっちでもいいですけども、はい、さあ、マウスやラットに何をするか。サルコイドーシスを起こさせるために、疾患モデルを作るために、まあ、何をするか。マクロファージ細胞株。マクロファージ細胞株っていうのは、白血球ですよ。要するに、まず白血球の細胞株と、もう一つ、リポタトウ。リポタトウと、はい、コンカバリン A で刺激した肉芽腫モデル。はい、この3つを使うと、用いると、マウスやラットにですね、サルコイドーシス、肉芽腫を持った疾患モデルができるということです。はい、次行ってみましょう。はい、で、サルコイドーシスを作るための動物疾患モデルに使われるものを3つありましたね。今ありましたね。マクロファージ、細胞核。これ白血球ですよ。で、白血球をそのまま入れるというのは、まあ、それは危ないですからね。全血の輸血とかですね、入れたらそれこそ病気起こりますから、白血球入れられませんから、まあ、ちょっと除外しといてですね、まあ、白血球入れませんよとねということで、ちょっと除外して、あと2つですね、コンカナバリン A とリポタトウ、この2つということで、問題なのはもうリポタトウなんですね。じゃあこれリポタトウって何か、はい、リポタトウ何か、はい、グラム陰性菌の細胞壁の細胞外膜の外膜の構成成分、分かりづらいでしょ、分かりづらいですね。要するに内毒素、要するに細菌の中の毒素、エンドトキシンと言いますけども、外にこう出す毒ではなくて、細菌が中に自分の中に持っている毒素ということ、要するに毒です。分かりますかね、毒で、どういうものに使われてるか。リポタトウ、医薬への応用ということで、リポタトウ医薬に使われてますよということで、はい、LPS 阻害剤であるポリミキシン B、が発売されてますよ、はい、テラマイシン軟膏とかの含有成分として医薬品に応用されて入ってますよということです。あ、医薬品に入ってるのねということです。それから他にはですね、医薬を用いてる例として、こちらサルモネラ菌から取ったやつですね、これをですね使ってですね、何に使っているか、まあ、怖いですけどね、サルモネラ菌由来の LPS のリピド A を脱リン酸化、難しいことがありますから、もうこれは飛ばしますけども、何に使っているか、要するにこのリポタトが何使ってるか。子宮頸がんは、のアジュバント。わかりますかね、もうこれ以上言いませんよ。わかりますね。子宮頸がんは、のアジュバントとして使われてるということです。はい、次行ってみましょう。
はい、もうちょっといきますがですね、もう一つですね、下の方にコンカナバリン A というやつですね。これ何かと、ジャックビーン、豆ですね、から抽出されたレクチン、炭水化物が結合したタンパク質、要するにタンパク質です。タンパク質、糖タンパク質、はい、ですよということです。はい、わかりますかね。で、これな、どういうの、どういう、まあ、機序とか能力あるかと、血液の赤血球とかですね、がん細胞とかを強く凝集させる、固める力があります。それからもう一つ、このコンカナバリン A はですね、ガラス、目ですね、ガラス体の中に注射するとですね、ラットの増殖性のガラス体の網膜症のですね、動物間モデルを作ることができるということです。これも病気を起こせますよということです。で、もうちょっと言っておきますけども、上、リポタトですね。リポタト、さっき言いましたが、リポタトの基準が、生理基準を書いてますが、どういうふうなものかと、さまざまな炎症サイトカインの分泌を促進するということです。で、一番大事なのはですね、この真ん中に下、すごいですよね、マクロファージを活性化。マクロファージ活性化しますよね。サルコイドーシスのマクロファージ活性化して、そして、さまざまな T 細胞。はい。特に T1 ですよ。T1 型ヘルパー T、TH1 細胞へと分化するヘルパー T 細胞ですね。を分化す、を誘導する働きを持つと。わかりますかね。最初言いましたね。TH1 が関係しますよと。これも、このリポタトも TH1 関係してるわけです。わかりますかね。ではですね、ここから先は添付文章を見ていきますが、最初のマクロファージ、株ですね。マクロファージの、まあ、白血球ですよ。タンパク質ですね。白血球で、マイクロファージとか、白血球とか言い換えればタンパク質。人間がタンパク質を直接打つとか、このリポタトですね。TH1T 細胞を活性化するようなリポタトを打つか、それからコンカナバリン A、 これも糖タンパク質、炭水化物結合タンパク質、こういうものを打つかということですね。添付文書を探していってみましょうか。人間ってのはこういうもの、さまざまなものを打っているということです。それは何かと、医薬品でいろんなものを打っていると。で、最初にちょっと出てきてますけども、まあ、出しませんけどね、あれですね、子宮頸がんは点点点の、あれに使われてるわけ、アジュバントに使われてたりとかですね、それから最初に出てたやつですね、結核のあれですよ、は点点点ですよ、わかりますかね、もう言いませんよ、それで出てたりするということですが、その他のやつの医薬添付文書を出しますが、さまざまな医薬品でですね、実はサルコイドーシスってのは出てるんですよということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではここから医薬添付書を見ていきますがですね、いろんな動物歯科モデルあるんですけれどもですね、まあ他のはちょっと出しませんが、さっき出したやつですね、どうやったらサルコイドーシスが作れるか、マウス、ラットの動物歯科モデルということで、一つは白血球ですね、マクロファージ、細胞株と、要するに白血球ですよ。まあ白血球直接入れることは、まあ輸血とかね、全血輸血とかそんなのしかないでしょうから、まあ、ちょっと置いといて、リポタトウですね。リポタトウって何か説明しましたけども、はい、細菌の内毒素ですよ。わかりますかね。まあ、細菌の細胞の中に持っている毒素ですね。で、は、点々点のアジュバントに使われたりとか、それそのものが医薬になったりとか、まあ、してるという。それからもう一つは、糖タンパクですね。の類。で、見ていきますが、タンパク質とかですね、毒素とか、細菌の毒素とか、そういうもの使いますかね。まあ、は、点々点使うんですけども、まあ、出しませんけども、はい。主にタンパク質、内毒素など、使うかどうか、見ていきましょうね。では、1枚目、オブジボ、ニボルマブ。人型抗ヒト PD-1 モノクロナル抗体、タンパク質製剤です。免疫を
かく、ぐちゃぐちゃにするような薬ですね。はい。まあ、抗がん剤です。だから、がんになった人しか、皮膚がんとかですね、肺がんとかの人しか使いませんから、まあ、普通の人は使いませんけども、その他の副作用、見ていきましょうか。免疫系の障害が出ますよ。はい。いろんなリウマチ因子の増加とかですね、書いてますね。インターロイキンの濃度が増加とか、リウマチ因子が陽性になりますよとか言いますけど、真ん中に書いてますね、下の。サルコイドーシスが出ますよということで、こういうふうにタンパク質を入れるとですね、糖タンパクの類ですね、さっきも説明しましたけども、そういうものを入れるとサルコイドーシスが出るということです。はい、次行ってみましょう。2回目ですね、シンポニーという薬です。はい、ゴリムマブ。何のジャンルの薬かというと、ヒト型抗ヒト TNF-α モノクローナル抗体製剤ということです。はい。で、他の TNF-α のモノクローナル抗体も全部ですよ。まあ、この添付書出しませんけどね、他のは。他のは、まあ、概要欄にでも貼っておきますが、他の全部ですけども、さあ、で、これ、免疫を抑制する薬です。何に使われているか、薬。要するに、膠原病とかですね、関節リウマチとか、膠原病の人とか。それから潰瘍性大腸炎とかですね、そういうようなクローン病とかですね、まあそういうような自己免疫疾患の治療に使われる免疫を抑制する薬で、なおかつタンパク質製剤ということです。はい、タンパク質ですよ。見ていきましょうか。副作用、免疫系の障害、何が出るか。はい、もういきなり書いてますけどね。はい、アレルギー反応とか書いてます。なんて書いてます？サルコイドーシスが出ますよということで、こういうふうにこの系統の薬ですね。他のも全部ですけども、たくさんありますけども、全部出るということです。はい、次行ってみましょう。最後ですが、最後もう一枚医薬添付書を見ます。はい、リバビリンという薬です。はい、リバビリン製剤ということで、何のジャンルの薬かというと、抗ウイルス剤ということです。はい。はい、抗ウイルス剤見ていきますが、インターフェロンベータとの併用療法で、の副作用ですね。で、インターフェロン単体のところの副作用項目には、まあ、一応サルコイドーシスは載ってませんけども、インターフェロンも基本的にはサイトカイン、タンパク質ということで、タンパク質と、まあ、リバビリン抗ウイルス剤、抗ウイルス薬っていうのは、まあ、毒みたいなものですね。はい、リバビリンということです。はい、では、見ていきますが、はい、重大な副作用、インターフェロンと併用した場合にこういう副作用が出ますよと、いっぱい載ってますね。なんかありますかね、見ていきましょうか。もうたくさんありすぎて、分かりませんが、ずっと見ていってありますかね、ずっとありますかね。耳鳴りとかですね、花粉症も出ますよと書いてますよ。花粉症も薬ですか。はい、で、それずっと見ていきますと、後ろの方ですね、最後ら辺の方ですね。後ろから2番目ぐらいですか。はい。下から2行目ですね。サルコイドーシスが出ますよと、こういうふうに書いてあるわけです。はい。最後ですが、1869年ですかね。最初に確認されたのが。それから154年ぐらい経ってますかね。ずっと原因は未だに医学界では154年経っても不明なんでですね、私が一応原因言っときましょうね。誰も154年誰も原因言わないんでね、原因は医学ですよ。医学薬学、西洋医学、西洋薬学が犯人ということです。はい、そういうことですよ。いつも言ってますが、医学薬学、お医者様、製薬会社、薬が犯人ですよ。で、1869年頃からな、はい、西洋医学って何やってるかな、まあ、皆さん分かりますね。さっきも言ってますけども、要するに BCG のあれとかですね、分かりますかね。それから、このサルコイドーシスを起こす動物歯科モデルに使われるやつですね、リポタトーとか、あれはアジュバントとして使われてますから、子宮頸がんのワーテンテンテンとかですね、いろんなものに使われてるわけですね。そういうもので、1867年頃ってのはね、昔からやってましたよね。わかりますかね、天然痘のわーてんてんてんとか、そういうことですよ。もう言いませんよ、ごちゃごちゃっとしか言ってませんけども、まあ、皆さん考えられたらわかると思いますが、そういうものがずっと
1869年ぐらいとかずっと使われてるわけですね。要するに西洋医学、西洋薬学が使ってるわけですよ。そしてサルコイドーシスが出てきてるんですが、ずっと原因不明ということにして、現代2023年においても原因不明と。全然原因不明じゃないですよ。これ添付文書書いてある通りですね、いろんな医薬品でですね、サルコイドーシスは出てるということです。で、サルコイドーシスと書いてなくてもですね、まだ動画やってませんけども、肉芽腫とか肉芽腫と書いてる、肉芽腫ね、肉の目の臭の臭ですね、と書いてあるものも実はものすごくたくさんだ。それは今回やってないわけですね、私。まあ別の動画でまたやりますけども、肉芽腫は別にしてもですね、サルコイドーシスだけでもこれだけあるわけですね。要するに、いつも言っていますが、私が犯人言っときますけど、154年間、お医者さんたちは犯人言いませんから、私が言っときますが、犯人はですね、医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬ということです。はい、最後ですが、今回はですね、肉芽腫ですね、の一つ、サルコイドーシスについて、お送りしました。ありがとうございました。